ミケーレ・パツエンサは、イタリア産セベーロ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ホッチャ・カルチョの下部組織出身。2000年にトップチームに昇格し、セリエ c ーにデビュー。2003年7月1日に、セリエ A のウディネーゼ・カルチョへ移籍。同クラブで2シーズンを過ごした後、2005年8月1日に、 チェーザレ・プランデッリ監督が就任したアッコフ・フィオレンティーナへレンタル移籍。2007年6月20日に完全移籍するが、リッカルド・モントリーボやマルコド・ナデルとのポジション争いに勝てず、2008年1月31日に SSC ナポリに移籍。ナポリでは主にワルテル・ガルガーのマヌエル・ブラーチ、ルカ・チガリーニとダブル・ボランチを形成し、2010から11シーズンは、 UEFA ヨーロッパリーグでもプレーした。2011年6月16日、契約満了に伴い、フリートランスファーで、ユベントス FC に移籍。しかし、アントニオ・コンテ監督からの信頼を得られず、2012年1月31日に、フルスーリネーゼに、レンタル移籍。2012年8月30日、ボローニャ FC への完全移籍が発表された。 2015年7月14日、ビチェンツ・カルチョへ移籍した。2016年2月4日、AC ・レッチャーナ1919 19に5ヶ月間の契約で移籍。2016年9月24日、AS ・ディ・マンフレドーニア・カルチョに加入。2017年8月9日に現役を引退した。2017年8月10日、AC ・ピサ1909の ユースチームで指導者としての経歴を歩み始めた。同年10月19日、前任のカルミネがアウティエーリに代わり、トップチームの監督に就任した。しかし、翌年3月26日、カラレーゼ・カルチョとの試合に敗れると解任が発表された。2018年11月5日、セリエ C で会に低迷するシラクーザ・カルチョに指揮官として招聘される。 クラブを広角プレーオフ圏外へ浮上させるが、翌月15日に解任となった。ありがとうございます。